ツインビーヤッホー。不思議の国で大暴れ。は、コナミの縦スクロールシューティングゲーム。ツインビーシリーズの9作目にあたり、アーケードゲームとして1995年4月19日、稼働された。出たな。ツインビーから4年ぶり、ツインビー10周年記念作品として発売された、アーケード版ツインビーシリーズの続編。横画面、縦スクロールのシューティングゲーム。 二人同時プレイ可能。主治郎、派、父ビンタツかさをはじめとした、極上パロニュース過去の栄光を求めてのスタッフが、制作に参加している。オープニングでは、歌が流れたり、フルボイスの演出デモが挿入されたり、拡大縮小機能を使ったりと演出面の強化が、図られている。ストーリーは開発当時放送していた、ツインビーパラダイスの世界をベースとしている。また、 プレイ開始時に3段階の難易度選択が可能になっている。この他にもタイマー難度と呼ばれる自動難易度設定機能が搭載されている。パワーアップをすればするほど、そしてミスせずに進めば進むほどゲームの難易度が上昇し、逆に何度もやられると難易度が下がる。このためコンティニューを繰り返せば、初心者でもクリアできる反面、ノーミスでのクリアはかなり難しい。また、 ベルに注釈がついたり、ミスからの復活時にベルグモが登場して、パワーアップのチャンスが与えられたりといった初心者に対する配慮も見られる。アーケード版では、基板スイッチを ON にした際、パステルが、おはようございます。今日も1日、一生懸命頑張ります。と言っている。PS、SS 移植版でも、この演出が再現されている。どんぶり島の遥か来た。 ファンタスティックアイランドに不思議の国はありました。そこには様々な不思議な生き物が住んでおり、メロディ女王の奏でる幸せのハープの音色を聞くことでみんな平和に暮らしていました。そんなある日、全世界不思議の国化計画を唱えていたナンセンス大公がワンダー将軍と共にメロディ女王を遊兵し、幸せのハープのパワーを使って不思議の国の生き物たちを操り、 周りの国々に対して侵略を始めたのです。それを知った不思議の国の妖精フルートはツインビーたちに助けを求めるためにどんぶり島へと飛び立ちました。途中悪くアンダー将軍に捕まってしまったものの、フルートはナンセンス施設軍隊の若き天才パイロットエースに助け出され、助けを求めてきたフルートによって一連の事件を知らされた。 ツインビーとウィンビーはナンセンス対抗たちの野望を打ち砕くべく不思議の国へと出撃したのでありました。と同時に、ワルモン博士も幸せのハープの持つパワーを手に入れるべく動き出したのでした。八方向レバーとショットボタン、ボムボタンを使用。雲を攻撃するとベルが出現し、ショットを当てるとベルが上へ持ち上がるのと同時に色が変化し、これを取るとパワーアップする。 通常は黄色だが、5発ごとに色が青白緑赤ピンク再び青と変化し、その色によって様々な効果がある。しかし、撃ちすぎるとベルが潰れ持ち上げることができなくなる。すでにパワーアップが完了しているベルを取ると57,300点のボーナスとなる。地上の敵をボムで破壊すると出現する。武器は右手と左手に一つずつ持つことができるが、 腕を破壊されると使用不能になる。すでに同じ武器を持っているとき、腕がないとき、見返る装備時に取ると5730点のボーナスになる。武器を持っている腕は通常のボムを使えなくなる。敵や敵団に接触するとミスになり、パワーアップがすべてなくなる。残機があるとその場で復活。復活時には上空から大きなベルグモが登場し、 ベルを4つ補給できる。時期のストックがなくなるとゲームオーバーだがクレジットがあればコンティニューもできる。ステージクリアすると次のステージでは腕が修理され救急車を使用済みでも再び使用可能になる。ステージ6をクリアするとエンディング。プラクティスモードはステージ3で終了だがクリア時にベルを50個以上保持していればステージ4以降に進める。 移植版には次のものがある。また、本作のストーリーを元にしたドラマ CD も発売されている。物語はゲーム版から一部変更され、カーアキ大佐、モスグリーン少佐、バルーン兄弟は登場せず、オリジナルキャラとしてピッコロが登場し、ドラマの序盤と終盤にポップンツインビーに登場したマドカが大人になっており、娘のソレイと共に登場している。 後続への影響としては、本作の翌年に発売されたセクシーパロディウスに本作の AS 及びその操縦機体シューティングスターが登場し、空中戦 BGM も本作ステージ1の曲が使われている。また、パチスロ、ツインビージェイジーは本作のストーリーをベースにしている。ありがとうございます。